赤い鍵を使って中に入れますか。あ、鍵持ってるもんね。え、なんか嫌な予感。メイドさんが着替え中だった。どうやらここは女子更衣室のようだ。キャー、変態絶対死ぬわ。もうこれさ、別に関係なく死ぬわ。貧弱体質が関係ねえわ。まあ青い鍵の方は別にさ。あ、でもマーシャはちょっと外で待っててくんねえか。兵士が着替え中だった。どうやらここは男子更衣室のようだ。あれ、鍵を持ってるってことは死にかな。私外で待ってるわね。ちょっと入っちゃってるけどね、もうね。ここの宝箱が気になってしょうがねえ。滑りにくい靴を手に入れた。おお、これを装備していれば滑って転んで死ぬこともなさそうだな。これ絶対大事だろう。装飾品かな。よし、あとこの辺を調べれたりはしないのか。分かってると思うけど、装備品はちゃんと装備しないと持ってるだけでは意味ないからな。まあ RPG の基本だわな。要は済んだの。はい、と。じゃあ行きましょう。これによって滑らなくなってんのか、ちゃんと。あ、メイドの前を通り抜けられるだと。私は綺麗好きのメイドさん。床はいつもピカピカのツルツル。だがしかし、今の私なら滑る床も敵ではない。こいつもだ。よし、喋ること一緒かな。あ、一緒だね。じゃあ全部調べたかな。これで王様のとこ行ってみようか。これを先にやっておかないと、どうせさ、ここで滑るんだろ。ほらな、だってもう2人いるもん、ご丁寧に。多分ここめちゃくちゃ滑るぜ。もうピッカピカだと思うよ、ここの床。よかった、先左行っといて。そしたら王様、あれ、王様いないね。まあいいや。そなたが勇者か。よくぞ参った。すでに聞こえんでいると思うが、魔王のやつがまた動き出したようだ。このまま勢力を強められては厄介。そこで勇者の出番というわけだ。何、勇者がいればこっちのものをやられる前にこちらから滅ぼしてしまえばよい。魔王は東の地に城を構えておる。頼んだぞ。よし、じゃあ行こうか。こいつ多分勇者のこと全然詳しくないっぽいな。なんか全然貧弱がどうのこうのとかもさ、分かってなさそうだったもんな。お前が勇者かとか言ってたし。これ実態を知ってしまったら相当落胆するんじゃねえのか、あの王様。え、ついに死ぬことなく王に挨拶できたな。なんかすごいことを成し遂げたかのような言い方だけど、まだ王様に挨拶しただけじゃない。むしろこれからが冒険のスタートなんだから、しっかりしてようね。あ、目指すは東の地だったな。気合を入れていこう。あ、でも力みすぎても真相だから、やっぱりほどほどでいいわ。心得ているね、さすがマーシャ君。そしたらセーブ挟んでからこいつに話しかけようか。おお、お前が勇者だったのか。王から聞いてるぞ。気をつけていけよ。これもさ、多分城に行く前にこいつに話しかけたら絶対死んでたからな。俺には分かっている。こいつ話しかけたら死ぬだろうな。まあでも話しかけるか。ここは毒馬の森と言われている。東に抜けるにはここを通るしかないが、名前の通り毒の沼地が厄介だ。真ん中に入っても少々ダメージを受けるな。絶対死ぬ。もうその少々のダメージで死ぬんだよ、こっちはよ。ってことは毒の沼地、あー、この紫のところはもう通れないってこと。じゃあ下行けねえじゃねえかよ。あと、あの赤い木もめちゃくちゃ怪しいな。まあ、一応調べてみるか。この木枯れかけてるわね。ちょっと待ってて、これぐらいならファイヤーで燃やせるってことか。これでよしと。そしてその奥にいるエルフ、そこに結界があるでしょ。かなり昔からあって、誰が作ったかわからないけれども、魔物や害のあるものを寄せつけないらしいわ。ってことはここで回復できる。結界がある。この中は安全なようだ。勇者を待機させる。なるほどね。あ、もうマーシャの一人旅だ。こいつもいらねえじゃねえかよ、だったらよ。マーシャでなんかもうこれ一人でさ、魔王討伐しに行くってこと、このまま。あ、戦闘もこれでできるようになるぞ。あ、なんだここ、あれ、これだけってこと。ちょっと待って、なんかギミックが、あ、そういうことか。マーシャ一人になったから、あの、この南のここを抜けられるようになったってことね。あ、なんかまだまだ広いぞ。いや、めちゃくちゃなんか妖精いるんだけど。モンスターの種類によって弱点があるみたい。この辺だと植物系が多いから、やっぱり火に弱いのが多いみたいよ。なんかもうこういう普通っぽい話に感動すら覚える。マーシャおあつらい向きにファイヤー覚えてるからちょうどいいよな。金の女神像は神からの恵み、祈ると力が湧いてくるの。そしたら正面向かって HPMP が全回復した。なるほどな。あ、いるじゃねえかよ、こいつ絶対中ボスだろ。さあ戦おうか。マッドプラントが現れた。まあ魔法でファイヤーでいいんじゃねえのか。炎に弱いって言ってたよな。よーし、ウィークです。弱点って言ってるね。もっぺん打ったらどうだ。 MP200 もある、あ、200じゃない、120もあるんだ。全然、じゃあさ、これ1回で5しかあれだから、全然あと何発、あ、全然楽勝じゃねえかよ。マーシャの勝利。木材を手に入れた。ヒーリングを覚えた。あ、レベルも上がる、いいね。そしてさらに1回戻って、これ何回でも HPMP 全回復できるから、あ、ここでなんかレベリングも兼ねて、あ、でもあれか、シンボルエンカウントだよな、多分これな。だからここ歩いてても多分レイラーができないから。マジックウォーターを手に入れた。まあ MP 回復かな。あ、またいるねこいつね。まあこいつあれだ、え、あ、さっきのやつとちょっと違う。大丈夫か。ファイヤー、まあでもさっきファイヤー3発で落ちたから、なんだこいつ、根っこビッタ。もう全然 HP、 あの、800あるから、まあこう、そこら辺の兵士よりこいつ HP 高いからね。普通に強いからな、マーシャ。あ、結構やるじゃねえかよ、3発耐えるだぞ。まあ、次で終わりかな。よーし、薬剤の根、マーシャの勝利。50の経験上手に入れた。そして木材と、なんかさっきからすげえ木材が手に入るんだけど、これでなんかすんのかな。あ、めちゃめちゃなんか燃やせる木があるけど、まあなんか燃やしすぎたら、あ、これさ、1回燃やすごとに MP 減ってんのかな、わかんねえけど。妖精の帽子なんか強そうだね。装備しとこうか。帽子、お、いいね。魔法力が上がるってことはやっぱマーシャ用だな、多分これな。
そしたらこっちも行ってとポーションを手に入れた。でここ燃やして、なんか下にある赤い木とかも全部燃やした方がいいのかな。なんか隠れアイテムとかあったりしねえか。まあいいか、とりあえずこれ倒そう。マッドプラント今度は2体か。まあまあまあファイヤー撃ってれば。はい、オッケー。マーシャル勝利。80の経験値を獲得。木材を2個手に入れた。マーシャルレベル3に上がった。ファイヤーストーブを覚えた。さらに強い魔法を覚えてしまった。てかさ、木材がめちゃくちゃ手に入る。これ何に使うんだ。まあ、いっか。どんどん倒して木材を集めればいいのかな。こいつも倒して。あ、じゃあさっき覚えた技。うわ、なんか強そうなの出てきたけど。まあ、でもこのファイヤーストーブで。さっき覚えた技でどうだ。あー、いいね。全体攻撃。あ、大丈夫か。幻惑の花粉。やべえ、ちょっとヒーリング一回かました方がいいかもしんねえ。意外と強えな。ちょっとヒーリングして、敵もどんどんちょっとずつだけど強くなってってるね。あ、やべえ、なんか花粉状態になった。花粉状態ってなんだ。あ、幻惑状態か。やばいんじゃないのか。大丈夫か。まあでも魔法だから。そうだよな、あの魔法は多分必中っていうのがお決まりだよね。よしよしよし、240の経験値。マーシャルレベル4に上がった。サクサクレベル上がってくね。あ、そしてここで全回復と。よしよしよし。でこいつは最近森を荒らす獣が出る。そいつをマーシャ一人で倒さないといけないってことか。手当たり次第暴れるもんだから本当困るわと。なるほどね。ちょっと怖いからセーブしよっか一応。そしてこの奥にいるんだよなこいつがな。あ、暴れ回ってんね。あいつを倒せばいいってことか。レベル4で勝てるか。あ、でもシンボルエカウントだから結局このレベルで勝たざるを得ない。ベヒーボスが現れた。まあファイアストーム打ってけば。どうだ、199。普通のファイヤーだとどのぐらい通るんだ。あー、まあ50違うだけか。まあ MP 節約する必要もねえか。ファイヤーストームどんどん打っていくか。こいつの HP がどのぐらいあるかわかんないけど、まあ大丈夫。あ、しかもなんか反撃。え、そんなんできるんだ。普通にバーシャーなんかファイターでもあるのか。お前強えな。また反撃する。あー、なんで反撃できるんだろう。あ、ヒーリングしとこう。やばい、あぶねー。今先手取られたらちょっと危なかったな。あぶねあぶね、ちょっと油断が禁物だな。でファイヤーストーム打って、なんか反撃できるって強えな。なんかな、武の心もあると。あ、なんか装備品かなんかかな。さっきのなんかま、あー、下押した。350の経験値。木材を2個手に入れる。まがどんどん木材、サンダーボルトを覚えたと。さらに強い魔法を覚えてしまった。ふう、こんなのがいるなんてさすがにびっくりしたわ。だいぶ進んできちゃったし、そろそろ森の出口よね。勇者あのままにできないし、何か考えないと。あー、そっか、それで木材でなんか作るってこと。なんかここに小屋あるけど、木こりの家。あ、こいつに木材を渡すってことなのかな。あ、宝箱あるけど、まあちょっとこれは勇者パーティーの一員としてはちょっと取らずにはいらない。はぁ、気づかれた。ん、それが気になるのか。それは昔わしが使っていた古い道具だ。よければ持っていって構わず。お前さんは恩人だからの。ごめん、全然話なんか飛ばしちゃったからさ。ベヒーモス倒してくれてありがとうとかって話か。これでようやく仕事に戻れるわい。多分そういうことだったんだろうな。ごめんな、なんか順番はしょっちゃって。そしたらこの木こり道具を使ってどうするんだ。あ、ここにね、なんか、え、橋をかけるってこと。さすがにさ、大変すぎないかそれ。いいこと思いついちゃった。今まで手に入れた木材と大工道具、これがあれば。本当か。おい、そのトンテンカンとかでそんな作れるわけねえだろ。橋をかけるってことでしょ。うん、これでいいわね。うんって、はぁはぁはぁ。おい、ちょ待って、めちゃめちゃなんか立派な橋じゃねえかよ。おい、あ、なんかもう花火とかでもう祝福しちゃって、マーシャブリッジが開通した。おい、お前通行料取られるレベルだぞこれ。マーシャブリッジ作者からのコメント。貧弱な人でもこの森を抜けられるように作りました。おい、素晴らしい。これめちゃくちゃ便利だね。あ、ここに繋がってんだな。なんかもう勇者いらなくねえか。こいつとなんか一緒に行く必要性あるか。マーシャ一人でなんかもう魔王討伐行けばいいじゃないかよ。勇者加えますか。もういいえ、選びたいけど、まあ行くか。勇者じゃないと多分この先行けないところがあるんだろう、どうせ。勇者の血を引くものじゃないと開けられないなんか扉みたいなさ、そういうご都合主義の塊みたいなのが多分出てくるんだよ。だからここはゲームのコンセプトにのっとって、まあ勇者を加えて進んでいくようにしようか。OK、なんとか第一関門突破だな。やったね、私が。勢いに乗って進むのもいいが、さすがに少し休憩した方がいい気がするな。この近くに冒険者の宿があるわ。今日はそこで泊まっていきましょう。あ、自動セーブをさせられる。とても嫌な予感がします。絶対死ぬだろうがよ。自動セーブするってことはそういうことだろう。冒険者の宿と井戸とか調べたら絶対落ちるよな。うわー、生き返るぜ。あんたも飲んでいくか。いいえ、飲みません。私は遠慮しておきます。チタン先生、ものすごく強い勇者様が魔王討伐に旅立ったらしい。お前それご情報だぞ。マスメディアに騙されてんじゃねえぞてめえ。魔王もそんな強い勇者と一緒の時代だったのが不幸だったな。なんか話がどんどん大きくなってる。
実際はクソ雑魚なんだけどな。ここで一泊しといた方がいいのかな。あ、なんか調べれるよ。とりあえず落ち着けそうなところね。うん、この立地木に囲まれてるのも障壁になると考えれば悪くない一方、敵に隠れる場所を与えてしまうのは危険。やはり俺のように水に囲まれていた方が。そんなことよりもっと気にすることがあると思うんだけど。まあ、自分を鍛えることが多分不可能なんだろうな。もうなんか難病なんだろうなこの子な。冒険者の部屋でようこそ。待てよ、こいつ普通のベッドじゃ止まれねえんじゃないのか。寝返り打ったら死ぬぞ。おい待て、危険だ。これも多分罠だ、作者の。絶対罠だ、アップね。だから自動セーブさせられたんだ。ここで止まる必要はない。さっさと行こう。そうなの、止まんなきゃいけねえの。おい、俺に死ねというのかマーシャ。お前さっき説明しただろうが、普通のベッドじゃ俺は死ぬってよ。おい、どう見てもこれ壁に挟まれてねえだろうがよ。こんなところで、こんなベッドでお前寝たら俺死ぬだろうが。まあ、そしたら止まるか。なんかもうすげえ嫌な予感しかしねえんだけど。ご宿泊ありがとうございます。部屋はどうされますか。まあ普通に考えたら2名2部屋だけど、まあそのね、まあちょっといろいろとね、妄想がはかどると言いますかね、そのね。こちらが2名様用のお部屋となります。ごゆっくりどうぞ。ごゆっくりね。さてマーシャちゃん、部屋にはベッドが1つしかなかった。どうしますか。2人で同じベッドに寝るに決まってんだろうが。さて、くんずほぐる、そのひどい夜。ちょっと待って、そっちに寝んのお前。そっちだとさ、寝返り打ったらお前床に。もう、だからそうなるって、絶対。ハロルドは寝返りを打った。それ死ぬじゃねえかよ。ハロルドはベッドに転げ落ちてしまった、クソが。おいおい、男女の関係だったのかお前ら。やっぱりそうじゃねえかよ。俺は最初からそうじゃねえかなと踏んでたんだよな。やはり男女間に友情など存在しないのだ。男と女の友達、片腹痛いわ。成立しえないんだよそんなもの。あ、間違えた、こっち死ぬよな。なんでこっち選んじゃったんだよ。そっちじゃねえよ。もうさっさと死ねお前。こっちこっち、2名1部屋と。これで、で、床で寝るんだ、多分。あの、ハロルドが。ちょっと情けないけど、あの、寝返ったら死んじゃうんだったら、マーシャがベッド、ハロルドが床で寝る、これだ。悔しいけど、こうしないともう死んじゃうから、こいつ。そうだよ、これで大丈夫だよな。寝返っても、床だから、床が硬すぎて死ぬ、ないよな。よーしよしよし。もう、お父さん心配でしょうがないよ、もう。なんかもうまだ首が座ってない子供のお母さんの気持ちがすごくわかる。これでいけるようになったってこと？てか、これをして何が変わったっていうんだ。別にイベントとか特になかったけど。なんか悪かったわね。ん？あ、ベッドのこと？俺は壁に挟まれてないベッドに寝ると落ちて死ぬ危険があるからな。あ、なるほど。そうだった。さて、次は山越えだ。ここを越えていけばいよいよ魔王城が見えてくるぞ。同じ部屋で寝たことに関しては特にコメントなし。と、まあ、茶化してみたものの、多分もう慣れてるんだろうな。普通にさ、だって一緒に暮らしてるじゃんこいつら。ここはひね山と言われてる。そっから上に上がって飛び降りれば先に進めるが結構険しい道のり。あのさ、飛んだり跳ねたりとかできるわけねえだろうがよ。俺を何だと思ってんだってやめ。普通の一般人じゃねえんだぞお前。いけるわけ、あははは。やっぱそうだよな。絶対死ぬと思って今右ボタン押したもん俺。まあここの魔法陣でまたさ、このハロルド置いてって。だからさ、もうマーシャ一人でずっと行けばよくねえか。なんかもうハロルド連れてく必要ねえと思うんだけどな。まあ、これでマーシャ一人で行けば飛び降りれるから、で全回復もしとこうか一応。あ、この先行くと戻っちゃうから上行くのかな。さて、あ、敵いるね。まあ普通に戦おうか。別に戦っても問題ないもんな、あれマーシャ。あ、強そうだぞおい、大丈夫か。サンダーボルトなんか効きそうだな。どうだ。おー、いいね、やっぱり弱点。あー、こういう感じでなんかどん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 、あの、次の敵の、出てくる敵の弱点をちゃんとなんかレベルで覚えるようになってんだ。さっきちょうどさ、レベル5でさ、あの、前のマップ終わったじゃん。で、サンダーボルトちょうど覚えたから、で、次の敵は取り系が出ますよと。で、この弱点を駆使して倒してくださいねってことか。なるほどね。はい、180の経験値と。RPG の基本に忠実にしていればクリアできるようになってるんだな。なるほど。で、ここの宝箱も取ってと。マジックウォーターをって、あ、マジックウォーターこれで2個目か。MP を200回復。まあ、別に全然使わなくても大丈夫かな。途中でまたどうせあるでしょ、あの、女神像あるでしょ、金色の。あ、ここ行くのかな。 OK、行こうか。さて、コカトリスたち。280経験値を獲得。そして、ブリザードを覚えた。ってことはあれか、次のマップで炎系のモンスターが出るってことかな。ちゃんと回復しておこうか。ヒーリングと。この先、ボスかな。あ、なるほど、そういう感じか。もう、この洞窟が炎系なんだ、敵が。ポーションを手に入れた。まあ、HP 回復だろうな。あ、ここにもなんか宝物あるよ。精霊の杖、なんかすげえ強そうな手に入った。おお、いいねいいねいいね。どんどんなんかマーシャが強くなっていく。もう本当にマーシャ一人でいいと思うんだけど。もうあのハロルド置いてこうぜマジでよ。マグマスライムが現れた。じゃあさっき覚えたブリザードでと。いいね、なんか RPG してる感じがするな、すげえ。まあてか RPG してるんだけど。いや、まあでもこれは RPG って呼んでいいかなんか難しい。なんとも言えないな。さて倒していく。
さて、そろそろ中ボスが来てもおかしくないけども、あ、回復ができる。の前に敵がいると、あ、これなんか気持ちいい感じだね。ブリザード2発でドン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 。まあ、射の勝利486経験値、ステータスリフレッシュ。はいはいはい、万能薬みたいな話ね。さあ、ここで回復しておいてと。さあ、こいつは最近以前にも増して熱いな。それだけか。あ、なんだなんだ、え、こいつ敵か。なるほど、ここで炎の魔人が現れた。なんかすげえ強そうなやつある。大丈夫か、魔人だと。なんか、え、ファイアストーム、あー、でもそんな大したことねえや。あー、でもこれ BGM も違うし、なんか多分中ボスだよな。魔人か。なんか魔王の前に結構強そうなやつ現れたけど、まあでも魔人がこれ程度なんだったら魔王もそんな強くねえのかな。まあ、マーシャが普通にクソ強いよなっていうかな。あ、炎上した。これステータスリフレッシュ使い時だね。あとそろそろ回復もしておこうか。あ、意外と強いな。その通常攻撃の方が結構効くね。ヒーリングかまして、んで、あ、攻撃138か。ブリザード打ってと。まあ、ブリザードずっと打ってればそのうち勝てるでしょう。炎のパンチ250、まあ580あれあるからまだ。あ、そろそろ回復しておこうか。ヒーリング打って、まあ時間かけてれば勝てるんじゃない普通に。マーシャの反撃、これ反撃も地味にいいよね。なんで反撃できるんだろうな。素朴な疑問だけどさ、ずっと。そしたらまたブリザード打ってと。そろそろ落ちる。おーし、マーシャの勝利。800の経験値、ヒーリングプラス。あ、これバフだね。ついにバフ系も覚えていったぞ。あ、で、あれか、マグマに戻っていく感じか。ふう、なんとかなった。なんでいきなり魔人が暴走してんのよ。ふう、なんとかなったとか普通に言ってるけどさ、一回の魔法使いがさ、なんか魔人をなんとかするってすごくねえか。峠は越えたみたいね。あとは下ればいいだけだけど、勇者はあの棒にもできないし、何か考えないと。あー、なんかまた木材が見えるけど、ここでなんとかするんじゃねえのか。あ、なんかいるね。まあ、とりあえず上の宝箱取ろうか。ツルハシを手に入れた。まあ、とりあえずこの鬼に話しかけてみるか。この辺りは昔採掘場として賑わっていたんだよ。はあ、ってことはこの下に採掘場があるってこと？え、どういうことだ？ツルハシでこれを、あ、できないか。ん？まあ、とりあえず降りていくか。で、この先が？この先の岬にある王立図書館には古代の本とか大きにない貴重なものがいっぱいあるよ。本当だよ。なんだその最後の本当だよは。めちゃくちゃ怪しいじゃねえかよ。まあ行ってみようか。勇者置いてき、あ、そっかそっか。え、じゃあ何するんだ。この辺りって確か位置的にはまさか穴を掘るのか。いいこと思いついちゃった。この鶴橋があれば。いや、だからさ、さっきからこいつやばくねえか。橋は作るわ、洞窟は作るわ。うん、これでいいわね。あの、これでいいわねじゃねえんだよな。そんな簡単にさ、もうさっきからさ、なんか敵の攻撃とかも跳ね返すしさ、こいつファイターでもあるし、魔法使って、でも普通にクソ強えじゃねえかよ。マーシャトータルが返すした。もうこいつが魔王を倒せよ、一人でよ。絶対ハロルドいらねえだろ。マーシャトータル。作者からのコメント、貧弱な人でもこの山を越えられるように作りました。じゃあこれで、あ、いいね。サクッとショートカットして、お前ほんと、なんもしてねえな、お前さっきからな。友情を加えますか、はいと。こいついらねえだろ本当によ。さあ、これでじゃあ東を抜けれるようになって、なんか王立図書館がどのこうの。山も越えられたし、ついに魔王城がすぐそこだな。やったね私が。問題はどうやって魔王を倒すかだが、常識的に考えて魔王城に魔物を寄せつけない結界はないわよね。今までと同じ作戦は使えそうにないし、情報を集められそうなところがあったら先に寄った方がいいかも。だからさっき言った王立図書館じゃねえのか。あ、そしてこの自動セーブな。自動セーブが入るってことは絶対にこれ死にフラグが。この先魔王領無用なものの立ち入りを禁止する。そしたらここ行くか。やっぱここはあれだろ、王立図書館なんだろ。お、なんか勝手に進んでるよ。あ、なんか自動ドアかこれ。なんか世界観がカードキータイプの自動ドアみたいね。カードキーがないと入れないってこと。いいこと思いついた。誰か出てくるとき、いやいや、お前でもそれ次の人がいつ出てくるかわかんねえぞ。ずっと待ち続けんの。そしたらその先に入ってしまえばいい。なんか犯罪者っぽいんだけど、もっと別の方法がなんかあるんじゃないのか。こう調べれるしさ、この辺さ、この右の方行けそうじゃないか。ほら、やっぱいるね。当図書館は初めてのご利用ですね。こちらで会員登録をお願いします。はい、ハロルドは会員登録をした。それではこれが会員証です。入り口のカードキーになっていますので、どうぞと。まあ、こうやってなんか正式なやり取りを組んで、そしてここ行くんだな。 OK、 これで堂々と入れると。あ、結構広そう。あ、なんかここ調べれるよ。この本の読者に金の女神の祝福のあらんことを。おー、いいね、全回復。さて、右の方もいろいろあるね。魔王の侵略を見かねた我らが王が、その身自ら討伐に赴いた。戦いは激しく一丁やつだが勝負はつかず、次第に互いを認め合い、ついに魔王と和平を結ぶに至った。なるほどね。王立図書館の蔵書にはそれ自体に魔力が備わっているものがある。扱いの慣れないものはその魔力に触れることにより軽いめまい等の症状。やばい。
軽くねえんだよなそれな。念のため注意が必要である。もうダメじゃねえかよおい。先に言えやそれ。手遅い。それが本の中に書いてあっても遅いって。まあ絶対ここで一回は死ぬだろうなと思っていたけれども、なんかすげえ武闘派の王様だったんだな。強力な技を探しているの？そういうことならルキウスさんが詳しいんじゃないかしら。ルキウスさんはここの司書で奥の部屋にいるよ。ルキウスもついに現れましたと。さすがに読めたぞ。どうしたの？あそこに本が載ってて落ちそうだろ。あれが落ちて俺に当たって死ぬとは思う。鋭い。なるほどね。なるべく離れて刺激しないようにゆっくり行こう。回り道しながらな。ゆっくりゆっくりそーっと。確かあの本は後ろのたくんじゃねえてめえ。会話に入ってくんだてめえのせいで。あ、絶対死ぬよな。もう明らかに今フラグ立ってたもん。ハルドは可動式職が動いた衝撃で吹っ飛ばされた。で、そっち絶対そうなると思ったわ。そしたら奥に開いたね、ルキウス。その前になんか調べるのいっぱいあるな。あ、なんかイベント始まったよ。なんと本棚の奥からエロ本を発見して。ちょ、それはダメ。おい、ふざけんな、お前。何してんだよ。師匠は本を取り返そうと動揺して、思わずハロルドにぶつかってしまった。死因がダサすぎるだろうがよ、おい。